疲れ様です。あ、お疲れ様です。はじめまして、ヒロシと申します。ヒロシ君、はじめまして、お疲れ様です。よろしくお願いします。これ本当にいいなんか対談ですよね。みんなも期待してるんですよね、今日のなんか対談。あ、そうなんですか。ありがとうございます。そうなんですよ。だって、鴨さんなんか、立花さんが、大津さんに対する和解を求めてるとか、はい、あ、ヒロシさんもこれ知ってますか？なんか今、和解を求める方向に、立花さんが求めて始めたんですよね、大津さんと。和解を求めてるっていう感じではないんじゃないですか。はい、和解する意思はこちらにあるけど、まあ、向こうにはないでしょうね、みたいな感じじゃないですか。いやだから大津さんはなんでここまで黒川さんとかもいなければもう和解認めてもいいんじゃないかなと思うところもあるんですけどね。まあどうですか、ひろし君。いやすいません、なんかキラーパスすぎてる。いや難しいんじゃないですかね。やっぱもうここまで来ちゃったら、うん、もう、はい、引くに引けないっていうか。ただ自分この間ひろしさんが立花さんにお会いしに行ってる別府のあれ、はいはいはい、ひろしさん、うん、やっぱりちょっと良かったなというか感動を覚えましたよ。まああれは堀江さんからちょっと直接お誘いをいただいたので、まあちょっとそれ行かないかなという感じでまあ行ったんですけども、でまあ立花さんがそこにいらっしゃって、まあそれでまあ改めてちょっと直接お詫びをしたということですかね。じゃあひろしさんはそのターゲットからは外れるんですかね、立花さんの。あ、裁判ですか。裁判、あー、なんかどうなるんですかね。でもな、訴えるかもしらんけどみたいなことを言ってたんで、まあどうなるかわかんないですけど。結構僕前から言ってますけど、ヒロシ君はめっちゃいい時に抜けたよなって僕いつも言ってますね。カモフラさん言ってます、うん、いや限界でしたね、さすがに。ちょっともう、あそこまでまあそのね、青白地に間入ってもらって一回ちょっと橘さんとまあオフレコの場で会う場をね、まあ、作るっていう話をね、うん、まあ大津彩香さんにしたわけでございますけど、あ、それを突っ張りやがってですね、うんうん、そこまで青白王子にもう何回も迷惑かけて、それでめちゃくちゃ頭下げてるのに何してくれとんじゃっていう話で僕としては多分、はい、まあできることはほぼ全てやったと思うんですけど、それでももう問題の解決に乗り出さなかったんで、あ、これはもうダメだと思って。まあ立花さん自身は基本謝ってる人に対してそんなにきつくはいかないと思うんで、うん、まあ、はい、割とひろし君って結構そのなんだろう、割と自分の立ち位置をガッと一気に変えることができる人じゃないですか。普通の人はができないことをさっとできる人なんで、うん、そこは立花さんも分かってると思うんですよ。なんかちょっと YouTube 的にそういう立ち位置を持ってたっていう雰囲気も、うん、多分立花さんは分かってるんじゃないかなと思うけどね。あ、あとは一応これなんか大津さんとの裁判に証言で出てくれ。あ、うんうん、はいはい、あ、もう全然全然もちろん、はい、あ、必要であれば全然当然、はい、実質裏ではこういうことも言ってたしこういうことも言ってましたみたいなのも裁判上でどんどん言っていったらいいんじゃないか、うん、どう思うけどね、うん、はい、まあ、それがまあ裁判で必要なのであれば全然それは、うん、はい、出ます出ます、もちろん、はい、うん、うん、